皆さんこんにちは、イリスもてあしチャンネルです。今日はなんと99回目、とうとうで大台の手前になりましたけれども、今日はね、前回のお腹を減らすベストマシーンの続きましてね、太ももっていうこともありましたので、太ももを減らすベストマシーンっていうのをご紹介したいと思います。よかったら参考にしてください。どうぞ。皆さんこんにちは、ゆるしもてあしチャンネル委員長の林でございます。今日のテーマはこちら、はい、効果絶大太ももを減らすベストマシンということでですね、前回お腹のことについてやりましたけどね、太ももについて今日はさせていただきたいと思います。太ももは、実はですね、お腹と違って、内臓脂肪はないですよね。ですので皮下脂肪だけになります。でね、太ももっていうのは皆さんこうギュッと掴んだ時に、例えば前太ももと、後ろ太ももと内太ももと、外太ももとかっていう、こう太もものところのパーツで触ってもらうと、この厚みが皆さん違うのが分かるかな。実際ちょっと触ってみてください。はい、そうするとですね、私内太ももが太いわとか、いやいや前太ももだったわとか、いや外太ももだわっていうのが出てくると思うので、このね、太ももの場所によってどういうふうに痩せたらいいかっていうのは、うちの昔の動画がありますので、よかったらね、自宅のケアとかで使って見ててください。はい、で今回はあくまでマシンに頼った場合の話をしますね。で、そのね、太もものとこの脂肪っていうのは、今掴んだら脂肪って話しましたけど、前回のそのお腹の放送を見てる人、あれ掴んでるっていうのは脂肪じゃなかったんじゃないの、これお腹の横なんかはこんなに掴めてるのに5ミリしかなかった人いたんじゃないのっていうかもしれないんだけど、実は太ももを同じようにイーストサイドスクエア竹内内科の、竹内恵里穂先生院長に一緒に私のお客さんの時に立ち会って見させていただくんですが、やっぱりですね、お腹と違ってですね、太ももっていうのはまた違う脂肪のつき方しています。イメージで言うと、場所は全然部位は違うんだけど、イメージで言うとね、とんかつのローストンカツってこう端っこのところに油がついてるでしょ、ビョーっと、あんな感じだから、足っていうのには当然骨があって筋肉がついてるんだけど、その外に油っていうのがついてると思ってください。もちろん脂肪っていうのは脂肪細胞が一個ずつが肥大してったものなので、前太もも側が大きくなった人、内側が大きくなった人、外側が大きくなった人ってこう違ったりするんだけれども、基本的にはこの掴んだ時の厚みっていうのが、皮下脂肪だけじゃないよって言ったお腹に比べて、皮下脂肪がほとんどっていうのが分かってきました。足だけは比較的簡単に計測ができます。よって、医療系のこうつまむね、脂肪圧計でも計測ができます。ただし、当てて測る脂肪圧計、これ赤外線とかを利用しているんだけども、これはね、正直あんまり正確じゃない。やっぱり。なので、原始的だけど、掴んでみて、それを割るにした時が実際の皮膚層の厚みだよっていうふうなのが、おおよそです。マイナス何ミリかはした方がいいんだけど、これはもう、この放送で言うことではないな。あくまで誤差の範囲なのでね。で、その、皆さんのその、掴んでいただいたところに、当てるんだけども、これね、ベストマシーン何か。もう結論言っちゃいます。配布。やっぱりねって話になっちゃう。もうね、油を溶かすっていうのさっきも言ったけど、油は普通の油とシリコンの油っていうのがあって、このシリコンの油っていうのは運動しても消えない油なんで、こいつだけが一番厄介なの。あとは運動すりゃいいの。だけど太ももをやって運動してる人たちみんな分かってる、足パカ運動とかなんかこうなんたら運動とかってやってでもね、結局どうして足が細くならないの、私の足筋肉ばっかついて太くなる一方なんだけどって人結構いらっしゃると思う。でこの結構いる人のお客様たちの中で皆さん言ってるのは、運動ばっかしてんだよ、筋トレ逆に言うと。でしかもね、プロテインなんか飲んじゃってね、どんどん腎臓に負担かけちゃって、乳酸は作るわ、プロテインは飲むわで、もう、腎臓が弱ってるから体は黙っても太ってっちゃってるっていうことを、理解をされていないために、一生懸命それをやった結果、どんどん体が太りやすい体質になっちゃって、そ
それでしかも太もものところには外食をしてたせいもあって、いっぱいシリコンの油があるのに、実は自分はシリコンの油に対してのアプローチは何一つしていない。これって結構問題だと思いませんか？つまりトンチンカンなことやってんだよ。だからこの太もものとこの油を減らすためにどうしたらいいか、つまり言うとシリコンの油をアプローチするためにどうしたらいいかって言ったら、ハイパーナイフがありますよとか、キャビテーションがありますよとかっていう超音波系のものもあれば、それとじゃなくてハイフみたいな、もう完全にあれは超音波っていう人いるんだけど、まあ電磁波によってもなな要は熱を上げるってことねとかもあるし、ラジオ波もあるしとかね、あとは逆に冷やすという意味で冷却、脂肪冷却もあるし、太ももってねどれもそれなりに効くんです。どれも機械にもよりますけど、ただお願いがあってね、絶対に青あざは作らないでください。リンパドレナージとかなんとかって言って行ってね、カッサとかやってね、もう青あざだらけの人いっぱいいるの。あれ、青あざっていうのはどんな理由があっても毛細血管を切断して中で内出血を起こした状態です。いや、もし毛細血管じゃなかったらもっと問題だけど、でもこれを老廃物ですよ、気にしないでくださいねとか、契約書の中にそこに青あざとかに関しては訴えませんとかっていうことを一筆書いてるところいっぱいあるんだけど、言っときますけど、傷害罪っていうのは刑法で罰せられますから、その刑法をいくら念書に書いてあったからといって訴えませんって書いてあっても訴えられます。契約書のよりももっと高い位置にそういった憲法が、刑法がありますから、当然だ。そんなこと言ったらさ、殺されても文句言いませんって書いてたら、じゃあ殺されたら文句言わないのかってのと同じことになるわけ。あくまで傷害は傷害ですから。ですので皆さんね、青あざになったら一遍警察行ってみてください。そしたら警察署で多分被害届を受理してもらいます。どんなことがあっても受理してくれます。ただそこを逮捕するってことになると、まあ、民事不介入、不介入っていうのがありますから、契約云々に関しては警察は来ませんけど、ただその傷害に対しては罪があった場合は当然捜査が入ります。それぐらい実は青あざって NG なんです。いいですか？脱毛のやけどとかもそうなんだけど、エステのいわゆるそのやけどだとか青あざっていうのは全部実は傷害です。ですのでユリシスではうちは脱毛もやってますし、いろんなこともやってますけども、青あざとか障害はゼロです。本当にね、皆さんの中で気をつけてほしいのは、知識がないっていうことは恥ずかしくないんです。皆さんお金を出してるんです。別に効果が出なかったってことに訴えようって人もいるかもしれないけど、残念ながら効果が出ないにはいろんな理由があるし、あなたが太ったのは別に、サロンの責任ではないので、残念ながらそれに対して訴えることはできませんが、障害に対しては訴えることはできます。だから僕はね、いつも思うんだけど、こういったものでね、マシンを当てるときにリスクを負ってまでやる必要ない。ハイフが一番効果があるよって言いました。その次は何って言われた時には、これは人によって異なります。つまりキャビテーションが良かったり、もっと言うとキャビテーションでもどのマシンがいいのかっていうのはあります。私はキャビテーションを、キャビテーションの機械説明をしている動画もあります、見てほしいんですが、私はキャビフルがおすすめです。キャビフルが最も効果的だと私は実際の実験をして思っていますし、ほぼ間違いないと確信しています。このキャビフル実はそうね、韓国での製品ではあるんです。実はオリジナルはね、ラジオメタボっていう機械なんだけどね、でも本当に効果があります。でそのキャビフルの他にもハイパーナイフってあるでしょっていう話になるんだけど、ハイパーナイフはね、ハイパーナイフを名乗ってるメーカーは一つしかないんだけど、もうみんなね、うちもハイパーナイフ、うちもハイパーナイフってやっちゃって、どれがハイパーナイフだか分かんなくなっちゃってるからあれだけど、まあそういったことでハイパーナイフさんのやつも効果があります。ことね、二の腕なんかはね、本当はね、足と性質が似てるんだけど、二の腕はね、ハイパーナイフとか、キャビテーションは結構まだ効果がある部類だと僕は思ってます。ハイフはできません、ちなみにここは。なんでかっていうと、脂肪圧が足りないの。1.3 センチないの、だいたい皆さん、ここで、この振り袖がとか言ってるけど、全然ないんです。なので、ここにハイフ当てちゃうと、みんな、上腕三頭筋の筋膜とか筋肉焼いちゃうだけなんで、筋繊維痛症候群とか起こしちゃいますから、皆さんハイフはそこはやらないで。あくまでハイフは太ももだけ。ね。
しかもつまんでしっかり厚みがあるところ、まあ厚みでいうと割るにしなきゃいけないから、だいたい3センチ以上のつかめるところじゃないとハイフは使ってはいけません。それしないと火傷します。で、私たちはそのハイフ、あくまでその3センチ以上つかめているところに関してはハイフを当てますし、それ以外のところはキャビテーションとかを使っていきますし、あと衝撃波も当てていきますし、最後にそれはドレナージを青技を作らないように流していきながら、最終的に生体電流っていう電流を当てながら、なんていうのかな、筋肉をぐーっと収縮をさ、ゆっくり収縮をさせていったり、リラックスをさせていただいて、それでしっかり締めていき、最後に私たちがやってる美容整体のオールインワンパックっていうのをやって締めていくと綺麗に締まってまいります。で、私の施術はだいたい太ももを細くしたいって言ってくるお客さんで、例えば犬頭皮を飲んでちゃんとこう腎臓のケアをされている方で、私の施術を受けてると、まあ、マックスで今まで過去に最高記録は 15.5 センチっていう記録を持ってますけども、大抵の場合は8センチから10センチ1回の施術で太ももが細くなります。ふくらはぎに関してはだいたい、そうですね、来てるお客さんだとだいたい4センチからだいたい7センチぐらい細くなります。皆さんそう聞くと、本当って思うかもしれないけど、実際にカルテに全部記入してお客さんとも確認しながらやってますから、私のもはそういったことできちっとやらせていただいてますが、本当にね、うちの院って因果な商売でね、お客さんにね、ぜひ当院をご紹介が、僕らは研究のためにやってるので、研究を、ね、協力してくれてる方優勝ではあるけれども、すいませんがご紹介くださいって言うとね、うんうんって言ってるんだけど、絶対教えませんね皆さんね。なんでかっていうと、予約が取りづらくなるからとか、それからあと友達には教えたくないとかいうことがあるんですけども、本当にね、教えてくれないって言い方変だけど、口コミがね、口コミはすごくいい、うちは本当に口コミがいいのは自慢なんだけど、本当にね、財産だと思ってるんですけど、だけど本当にね、口コミで来ましたって方が少ないの、身内の方とかね、そういう方は呼んでくれるんだけど、本当にね、お友達連れてきましたって人少ないですね。まあ多分これは女性の、まあ、差がといいますか、本音なんでしょうね。当院ではですね、まあそういうことで、まあもう少しですね、まあコロナのこともあって、もうちょっとお客さん来てくれないと困っちゃうなっていう感じなので、もしよかったらですね、これを見て、まあ場所が場所ですからね、なかなかね、来れないかもしれませんが、こと大阪の方、ちょうどね、天空のサロンということで、ものすごく高層マンション高いところ、肥後橋にあるね、超高層タワーマンションのところで、の角地でやってますので、角部屋でね、本当に、で、今はコロナのこともあるんでね、完全貸し切りでやってます。で、私今ここで撮影してるのは、実は大阪の分院のところの、本当にその角の一室のところでやってるんですけども、撮影をね。本当に環境はすごくいいです。駅直結ですから傘もいりませんし、梅田のところ、西梅田から、肥後橋っていうのは西梅田の駅から一駅ですので、本当にね、来やすい。今までリッツカールトンとかでもやってたんだけども、リッツカールトンかなり歩くんですが、もう本当にここはね、やりやすいんで。で、まあ、お値段もね、見ていただくとわかるんですけど、ホットペッパー見ていただくとかなりお安くさせていただいておりますので、もしよろしければね、皆さん、ご足労いただいてね、ぜひ一度でも体験していただければと思います。大阪の方ではね、10ヶ月、ユーリシス、まあ、うちのスタッフ実は全員僕のお客様なんだけど、10ヶ月で17キロ。体重は減ったっていう辰岩分院長がおります。実際辰岩分院長は、最終的には25キロぐらい体重減ったんですけどね、まあ、そんなことでですね、もしよろしければそういった辰岩分院長のね、お話も聞けるし、どうやったらそうなるのとかね、お話も聞けるし、また僕が来てるの通り月に1回だけなんですけどね、月1で、だいたい3週目ぐらいかな、だいたい2週目か3週目かぐらいなんだけど、ぐらいに日曜日からね、水曜日までの4日間だけ一応分院長ではちょっと少しこう手が負えないというかですね、ちょっと重症の方とかで首がすごく悪いとかお腰がすごく悪い方の治療ということで私が来ておりまして、施術をしております。もしよろしければね、そういったことで私の方でカウンセリングとか施術をして状態を見ることもできますので、ご興味ある方おられましたら大阪でも遠慮なくお越しくださいませ。
当院ではコロナの問題もありまして、手洗いうがいはもちろんのこと、全スタッフ移動中、例えば東京から来た時に全持ち物のクリーニング、消毒、そして即座に全着替えの洗濯、そしてシャワーを浴びて全身を洗浄する、そして外食禁止令ということで、東京も大阪も外食を基本しないといった規制で、自炊という形を取らせてもらって、コロナの方の対策としては徹底しているつもりです。それから今ここから出てきますが、こういったね、次亜塩素酸水の水あの噴霧、いろいろ賛否両論出てますけど、私たちは SARS コロナウイルスや MERS コロナウイルスのやインフルエンザコロナウイルスも 99.9% 殺菌が確認されているこの噴霧器を使いながら、お客様に付着しているもの、もしくは衣服、髪の毛に付着しているものの洗浄も含めまして、これでコロナの対策として努めさせていただいております。十分かどうかはまだまだ分かりませんが、おかげさまで私どものところでは、コロナの方はまだ一人も出しておりませんので、来ていただくに際しましては安心して来ていただきますよう万全の体制を整え、そして大阪では完全なる貸し切り状態、それから東京でも施術室、待合室、すべて個室で、完全な貸し切り状態にさせていただきながら対応させていただいております。一生懸命頑張っておりますので、よかったらご利用ください。ちょっと宣伝失礼いたしました。それではですね、太ももを減らすときには必ず脂肪圧を測りながら、使えるところは配布、それ以外は、衝撃波であったりとかキャビテーション、そしてハイパーナイフがおすすめですよということで、今日はここまででございます。参考にしてください。ありがとうございました。